今日は、レトルトカレー、大手スーパーで買ってきました。博多豚骨ビーフカレー、それから2番目宮崎牛、神戸牛、松坂牛。値段はね、400円から、600円ぐらいかな、それぞれ。ね、カレー好きの僕がちょっとチャレンジしてみたいと思います。それではいただきます。ドン。これはこれね。じゃあ旦那様、はい、何から言ってくるんですかね。まず右からですかね。右から、はい。じゃあいただきますね。博多豚骨ビーフカレー。具はあんまりなかった？いや、いっぱい入ってました。本当。ちょっとよそる都合です。よそる都合で、はい、だんだんうまく入ってると思うんですけど、具が、うん、正直豚骨が分かるかっていうと分かりません。うん、美味しいです。こうやって食べたことないから、俺もある意味なんか次食べてみていいかな。どうぞ、好きに食べてください。宮崎牛これね、全然違う。わかるんですか、人気ですか。カレーの味が違う。へえ。そしてこれなんかもうね、まろやか、全然違うんだ。うん、甘みがあるのかな、少し。あんなっちだけ甘口なんですね。うん、甘口だ。それ、最初の実は中辛とかそういうあれのうちないですよね。うん、これ中辛。それは違うでしょうね。うん、でも全然違う、もう味が。次、神戸牛カレー。これもね、色も違いますね。ちょっとカレーを。本当だ。これはギュウギュウしてる。どういうことですか。いや、もうギュウギュウしてる、そのまんまなんだけど、牛肉の味、ビーフの味がギュッと詰まってるってことですか。うん、圧倒的に。圧倒的牛肉、牛肉が強い。うん、もう食べてみれば分かる。、うんうん、そして最後、松坂牛ビーフカレー。うん、お腹鳴ってる。全くみんな違う。食ってる顔がすげえ嬉しそうなんですけど、うん、こんなに違うんだみたいな感じ。甘いのかなこれ、分かんないけど、カレーっぽいのはほんとこれ一番最初の、うん、いやもう完全にカレー。どれが好きかな。これ中辛なんだけど、辛くない。へぇ、うん、G のランキング付け的にはあのね、これかな。ぎゅうぎゅうしてる。うん、神戸牛の牛も立ってるけど、カレーもいる。じゃあちょうどいいバランスなんですね。うん、分かんなくなってきた。ちょっと待って、こっち来る。うん、俺甘口もいけるタイプなんで、はい、うん、好き。で、激辛もいけるタイプってことですか。激辛だけはね、まあ、痛くない程度だったらね。うん、豚骨あるわ。あります。うん、やっと感じた。っていうところです。はい、うん、すげえ美味しいです。
じゃあこれ全部食べろっていうのがね、ちょっとね、意外としっかり味が分かれてるんですね、うん、ちょっとね、ごめん、これあんまり変なこと言いたくないんだけど、松阪牛の微妙だな、なんかカレーなのかっていうところ、シチューに近い感じがする。ビーフシチュー的な感じですか、うんうん、カレー、まろやかな、まろやかね、でもなんかカレーに近くない気がするな、ね、ビーフシチューよりって感じですよね、うん、ごちそうさまでした。はい、順番つけちゃいます。第1位神戸牛カレーですね、が1位、2位が宮崎牛、3位が、博多豚骨の、4位が松阪牛、うん、まあこの牛だけで戦わせればよかったのかもしれないですけど、うん、豚骨ビーフカレーってちょっと微妙なあれだね、なんかどうなんだろうって感じはありますよね、うん、両方入ってるってことでね、そうですね、ということでさ、美味しかったです、神戸牛カレーを食べてみたい方はチャンネル登録をしていただき、宮崎牛カレービーフカレーね、はい、食べていただきたい方は高評価よろしくお願いいたします以上です。じゃあね、みんな食べてみてね、これ食べ比べすると面白い、よくわかる。じゃあね。